じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、武士がやるなあ、あいつはお主何者なんだ本当ですよ。昨日の、中日戦で、甲子園で、まあ、プロ初打点、それから猛打賞、そして初のお立ち台、前川右京選手です。なんとも言えんな。やっぱ大したもんなのはさ、はい、やっぱあの若さであの打ち方できるっていう技術的なことも含めて、はい、垣間見える凄さっていうのがすごいな。あの打ち方っていうのは、打ち方っていうのはね、やっぱ体を開いちゃいけない、うん、体を開かないためには体のどこの部分をどう使えば体は開かないっていうのは彼はよく知ってんだよ。だからね、注目してほしいのは左足が絶対こうやってめくれないっていうこと、はい、必ずここのボールを打つときにボールに対してこう正対するというかさ、うん、だから胸をなんていうピッチャーに見せないという、うん、だからそういうことを感じるんだよ、どの球種に対しても、はい、だから あれで二十歳か今年、そうですね、はい、二十歳でできるんだと思ってさ、はい、なんで俺らの時 YouTube ないのみたいないやいや、そう思うぐらい、はい、多分彼はいろんなことを勉強してると思うんだよね、うん、打席に立ってる姿とか隙がないよね。だから例えば剣士だとしたら、はい、だからパッと構えた瞬間にああこう打っていける打つところがないっていうような、そんな感じにピッチャー見えてるはずだよ。どこを攻めるんだって。だいたいね、構えを見ていいピッチャーってあここはあれだなっていうのはなんかこう感覚で知るみたいなんだけど、前側はパッと構えた瞬間にいやどこかどこ攻めればみたいな、それはまあデータを取っていけば確率は出てくるだろうけども、今のところ分からないんじゃないかなと思う。相手ピッチャーもバッテリーもまだどう攻めていいのかも分からない、分からない状況っていうのもありますよね、うん、だからその若さで勢いでって、まあ、確かに体力的にはまあそのフルイニングとか全試合とか出てる、まあ、ベテラン選手とかね、はい、まあ、中堅の選手と比べるとそれは体力的には落ちるし、はい、まあ、精神的にもまだまだ弱いだろうとは思うけど、うん、でも彼はたまたま打ってるんじゃなくて打つべくして打ってるよ。はあ、すごい。だからすごいよ。そのさっき最初に豊さんが言ったのは足が、左足がめくれないっていうのは、うん、どういうこと？いやだからこうやって左足、後ろの足がこうやってめくれると、はい、めくってみよう、お前、はい、こう座ったままでいいから、うんうん、めくってみ、めくります、こう椅子が動くだろ、動きます、こっちに体いきますよ、ね、開くよな、はい、それが開きの原因なんだよ。あ、だからこれをめくらないでこうやって打つっていうのが、はい、ツイスト気味で打ってるというね。あ、まあここから上、うん、だからそれがあの若さでできるって、はい、それをまた体で覚えさせてる、知ってるっていうことがやっぱ末恐ろしいよな。そうですね、うん、でもあの昨日岡田監督もコメントで彼の良さはやっぱり触れるということでしょうね、スイングできてる、どっしり構えてるね、あのね、やっぱ相当振り込んできてるわ彼は。だじゃないとあんなスイングできないと思う、はい、早いもんスイングが、まあ天性のものももちろんあると思うよ、はい、だけどやっぱね彼は振り込んでるバット、うん、だからああいうなんかこう打席に構えた時に、はい、やっぱこう確固たる裏付けがあって立ってるから動じないんだろうね。構えも結構すごい膝を折るというか、うん、下に下げてますよね。あれも彼やっぱり独特の何かがあるんですか？だから楽しないっていうこと、その状態を下げることによってってことだよね、うん、足も短いけどねいや短いんだけどだけどそれがやっぱどっしりした下半身を作り上げてるという。やっぱりさ向こうからさ敵がね、はい、何かを投げてくるって言った時に身構えた姿勢ってこうやって突っ立ってるか、いや突っ立たないよね、はい、普通だからよしどこでも来いって言ったらやっぱり沈んでくるんだよ、人間の本能として。だから彼は本能もそうだしやっぱ作り上げてきたものもそうだし、なんていうの、知ったというか勉強した ところもあるし、それをやっぱ全てを感じるっていう、うん、だから彼はもう二軍に落ちること、落とすことはないと思う、うん、お、ないですか？いや、しちゃいけないと思う。たとえ調子が悪くなったとしてもそれはあの試合に出ていく中でまた調子を上げてくるような選手。だから彼をほっといて野放しにして見てると多分落とせないと思う。多分彼は彼らの考え方があって、はい、脱出法もやっぱこう見といた方がいいよ。もう調子が悪くなった、ね、ヘロヘロになった、下に行きなさいじゃなくて、彼はやっぱ何かを感じながらやっていける選手だと思う。うん、だから2軍に落としちゃダメ。ダメなんですね。ダメダメダメだ、ダメ岡田監督
小田監督ダメダメ音じゃないダメよダメダメ懐かしいですね懐かしいだろあと昨日野球中継で解説の方がやっぱりその前川選手の下半身がすごいっていう風に話してたんですけどいやすごいやっぱりすごいですねだから振り込んでるって振り込んでるのとやっぱこう鍛えられてるよ自弁であ多分そうだと思うよそういうことなんですね あと昨日の3安打ね福があのスライダーの左ピッチャーの福投手が、あの3本目の安打を放った時の外の球を体勢崩しながらも右手でってもう興奮してたんですよすごいと思っていやいや崩れてそうで、いやすごいあれはセンスなんだよダーンとした あそこバット届くんですね届くよお前あれってバットコントロールなんですかバットコントロール手も短いからねいやだから届くそれでもバーンと膝が遅れるからあれ普通の選手だとあの球ってあそこまで出ちゃうとどうなるまあまあたまたま打てるやつもいるよそういうこともある、うん、あるけどもあれランエンドヒットだったのかエンドランだったのかわからないけどまあ岡田さんはエンドラン出すことはないと思うんだけど前側にね、はい、だけどあれをダーンって打てるっていうのは大したもん、うんいや俺はねなんで岡林が取り損ねたあのカーブねあれをあそこに持っていくっていうのはやっぱこう大したもんだよじゃあもう阪神のクリーンアップ3番をもうこれから背負っていくべき選手いやこれからは背負っていくまあ今年はどうか分かんないよまだ、うん、まだ分かんないけども一軍に置いといて、はい、あの子は代打でも使えるなベンチに置いとけばもう山の中一人で歩いててバッと敵が現れたらサンと抜けるタイプだもうそうですねさっき感じていやそういう殺気を感じるんだよだから本当にいいバットだよだから久しぶりに見たよだその前動画であの前田選手前田さんみたいなタイプだよって話してましたけれどもそれ以上超えていけるような可能性があるありますか、うん、で、最多安打も取れるような、まあ、首位打者とかね首位打者とか、うん、はいまあそうだな多分ね勝負強いと思うこの子は、まあ、粘れるっていうかこうここ一番って言った時に誰を使うって言ったら前がいけみたいなそういう感じだと思うあと左右あんまり苦にしないタイプなんです関係ないんですかねそこはあの相手ピッチャーが左だろうがもうね関係ない関係ないここに来たら関係ないから関係ないブス間合いをだからねいい武士っていうのは相手との間合いを分かってるからだから彼も間合いが分かってるからだから選球眼も多分いいと思うこれからもね、うん、大丈夫だと思うけど、はい、なんか情報によると本人は中日ドラゴンズに入りたかったそうなんですけど、うん、まあ中日に入っても中日に入ったら1年目から使われてたかもわかんないそうですよねいやいや、そうですね、本当にいや、やっぱ中日に入ってもよかったと思う、うん、ただその彼はどうなんだろうホームランっていうことをどう考えてるのかわかんないけど、うん、ホームランとかそんな、うん、そんな結果にとらわれるようなそんなタイプじゃないななんかね懐の大きさを感じるんだ彼にまだ年2年目ですけれども、うん、もう懐の大きさを感じるな2年目だとまだ例えば新人王とかのチャンスってありますよねああもう十分そうですよねで、まあ、まあそんなちっちゃいこと言うなって大きなタイトルを取るから彼はお前新人王なんだたまたま1年目活躍したってお前まあこれも大したもんだよそうですね大したもんだけど そんなことにねとらわれたらダメだよもうその先の大きなスケールを持ってる選手っていうことなんですねまあそうだなうんでも結婚するって相手が、うん、こんなやつだったらちょっとびっくりするみたいなおーみたいなそのちょっと待てみたいなギャップも可愛いじゃないですかいやそれはないよなんかちょっとさこれは何ですかいやこうなんかパラ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 してるやついやだから三つ指ついたお帰りなさいませっていうような武士だ、うん、あ武士だからいないでしょただいま帰った片手に今バットバットそんなよくあって日本語に振って渡すのそんないやそのぐらいのなんかこうそんな感じで雰囲気が漂うんだよ、うん、俺の中にはなんか宮本武蔵みたいなそうなんかこなんかねそういう感じですよねまあ宮本武蔵っていうのは頭も使いながらね、はい、まあ剣を長くして戦ったとか、はい、まあいろんな工夫をしてまあ剣豪になっていったんだけど、まあ、そういうタイプなんだと思う大谷がベーブ・ルースが宿ってるみたいなことを言われだしてきてるじゃん、はい、生まれ変わりだって前側は宮本武蔵かっこいい本人これ聞いてどう思うでしょうねちょっと嫌かもわかんないけどいやでもやっぱね彼を見てると可能性しか感じないというかさ、うんはい、何かしてくれそうな感じがするそうで
ですね。いやだからこのまま調子を落としても2軍に落とさず、とにかく使い続けて、もちろん代打でも十分何かの時は使うね。あのね、2軍にいてもね、勉強することは多分ないと思う、彼には、うん、刺激になることもない。ただ打席に立って消化するだけだよ。でもやっぱり1軍とかいるとやっぱ刺激を受けるピッチャーだとか、はい、まあ刺激を受けるバッターだとか、まあいろんな刺激を受けながらやっぱ吸収していくんだろうね、うん、だから吸収力もすごく高いと思うし、はい、まあ、期待しかないな俺は。そうですね。で外野の若手選手っていうと、例えば森下選手だったり井上選手って言いますけども、中でも前川選手はちょっと今出たなっていう感じ。出たところじゃない、出たところじゃない、クイももう打てないぐらいの高さに行こうとしてるよタケノコみたいな、タケノコよりスピードがある。タケですね。じゃあ、いやだけどやっぱ物の大きさっていうのを感じるよね、うん、まあ、ぜひ、はい、大きく育ってほしいと思う。そうですね、うん、ね、はい、はい。